翌朝、おはようだぞ。さて、いよいよ俺の伝説が始まるぞ。よし、誓う。エンジンスタジアムの競争だ。ジムチャレンジャーさん、いよいよ開会式ですね。よろしければ私がスタジアムでご案内します。では、メモとマルハンさんに、ジムを前までお連れします。ジムスタジアムは一応、到着、さあ開会式ですよ。ヒカルさんですね、ジムチャレンジャーの方に来ています。あんたも聞かれてください。すごいユニフォームがお似合いです。111番の背番号に終わりまって、とても厳しくなってますね。いよいよキムジリーダーの開会式です。レディース&ジェントマン、私、リーグの司会長、ヨーズと申します。お回りならした皆さんを、テレビのご視聴の皆さんを本当にお待たせしましたね。いよいよガラウ地方の祭り伝、ギムバトルが始まります。ギムチャレンジ。8人のギムリーダーを勝ち、8つのジムバッジを集めたすごいトレーナーだけが、最強のポケモンを待つジムチャンピオンカップが頑張ってます。それではジムリーダーの皆様、姿をお見せしてください。私は、ファイラー、ファーマー、草使い、ラロー、レギー、ウェイム、水タイプの使い手、ルリナ。いつでも燃える炎、炎ベテラン、カブ。カラルの講師、マトリコ、エキスパート、サイトウ。フランステリックのシアター、フラリー使い、ポプラ。バック、スタッチラ、ヤマスターの、マクワ、ドラゴンドリーム、トップジムリーダー、キバナ。一人も来ておりませんが、彼らの誇るジムリーダーたちです。これが彼らのジムリーダーです。これがジムジキャンピーダーか。ポケモンスタジアムのコートに立ったぞ。うまく入れないけどワクワクとドキドキが震えてる。いろいろだ。ホップに光る。いや、君たちのトレーナーチャンピオンに習得されたトレーナーですね。ようこそ、はじめまして。私、ローズと申します。ちょっと待って、すでにダイバックスバッジはお持ちなんだ。いいね、あなたたちは願い星に導かれたんですね。ちなみにダイバックスバンドの開発した私の素晴らしい会社なんですよ。今年のジムチャレンジ特に楽しくなりそうだね。いい素晴らしい柄打ち方が盛り上がりますね。ジムチャレンジはダイマックスを使用してもいいチャンス。申し訳ないですが、私、そじてるようがありますのでね。皆さんごきげんよう。委員長、ごきげんでな。
いいか、二人とも、まだスタートしたばかりだ。勝ち進むなら、トレーナーではなく、トレーナーである自分を鍛えろ。いいか、ヒカル、ジムチャレンジは自分の認める順番が決まってるんだ。最初はターフタウン、そのためターフ3番道路に向かうぞ。ジムチャレンジとは、カラル地方のジムをめぐり、ジムバッジを集めるイベントです。ジムバッジを手に入れるには、ジムミッションをこなし、ジムリーダーに勝たねえばいけません。ということでまたお会いしたいと思います。シロネクスタイム、バイバイ。